いやこれはヘビーですね。ほとんどもう食べれてないよっていう状況で、なんとかしたいっていうことで来院されました、うん、結果がいつもですね、まあ、オーロンインプラント、今回はそうじゃないぞということで、もいマイマイアスクラビア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。今回はですね、なんと真ん中がいつものモイモイ院長ではないんですけども、はい、大人気シリーズこのお口どうなってるの入れ歯編になります。よろしくお願いします。これまでの動画で、まあ、大人気のこのシリーズなんですけど、結果がいつもですね、まあ、オーロンインプラントということで、何件かですねコメントいただいて、もうツッコミがありますので今回はそうじゃないぞということで、なんと別の結果になってます。なので最後までぜひ見ていただければと思います。歯がボロボロでどうしたらいいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するためのチャンネルです。ここでしか聞けない情報を惜しみなく発信していきますので、お見逃しないようぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。はい、じゃあ早速ですね、ドーンなんですけど、この口の中なんですよ、はい、担当はドクターリンなんですよ、この患者さんのですね、はい、じゃあ患者さんの、まあ、お口の中の解説をしていただきたいんですけども、はい、ここで解説はサラ先生にお願いしたいなと思うので、どうですかこのお口の中。いやこれはヘビーですね。どういうところがヘビーなんですか。まずもう炎症が、炎症が、炎症が、炎症がもう全体が骨石、はい、確かに残ってる歯のこの根っこ、歯茎の周りのところはやっぱり赤っぽくなったんですよね。何か気になるんですかこれ。歯石、歯石、そうですね、はい、歯石も原因でその周りに汚れがついて、まあ、歯周病がより進行して歯茎に炎症が起きてるっていうことですね。歯茎赤くなってることを骨石っていうんですけど、そのような状況が起きてきてる。確かにそうですね、はい、どうですか、あと歯のないところがたくさん。そうなんですよ。で一見この前歯のこの歯、ここのところとか、サラ先生すごい歯が長いじゃないですか、うん、これってどうなってるんですか。これは歯周病で骨の位置が下がってしまって、うん、もう根っこの先に近いところまで、うん、そうなんですね、はい、骨が下がってしまう。これ以前の動画でですね、このウサギの歯っていう動画を投稿させていただいてるんですけど、その動画とほとんど同じ内容になります、この歯で起きてるのね。なのでかぶせ物がこの歯は入ってて、実は分かりにくいと思うんですけど、これブリッジになってるんですね。でこのブリッジの土台になってる2本が歯周病になってしまって歯茎が下がってるっていう状況です。露出してる根っこのところにも白いベタベタとした汚れもついてる状況で、まあ、あんまりお口の中としてはいい環境じゃないですよね。じゃあこういった歯周病どうするかっていうところになるんですけど、そこはドクターリンに解説をしてもらいたいと思います。はい、でこの方、うん、まあ、これ今画像出てるんですけど、はい、レントゲンの写真ですね、はい、まあ、先ほどからもお話しあったように、まあ、歯周病がかなり重度に進行してしまって、うん、歯もところどころ抜けて、また抜けて、うん、また抜けてっていうのを繰り返してるっていうところでラインされました、はい、まあ、何が嫌で治療していこうかなって思ったのかというと、まあ、食事ですね、この方の場合は、うん、いよいよ食べるところが少なくなってきたよっていうところで、この写真だけで見ても強いて言うならこことここら辺しか歯は噛み合わなさそうだなと思うんですけど、まあ、先ほどのお写真見ていただくと、特に前歯はもうこんだけ歯周病でダメージを受けたところなので、ここで果たしてじゃあ物が噛めるかどうかっていうところもあったんですね、うん、なのでまあほとんどもう食べれてないよっていう状況で、なんとかしたいっていうことで来院されました、うん、で、まあ、この方の治療方針に関しては基本的にもう全ての歯歯周病に罹患しているので、なかなか残すのは厳しいよっていう話をして、かろうじて残せたとしても1本2本3本、ただその歯を残すことでいいことがあるかどうかっていうところもお話をさせていただいて、じゃあ全体的に歯を取った上での治療方法を考えていきましょうっていうお話になりました。でもちろんオーロンインプラントの話もさせていただきました、はい、完全な総入れ歯のお話、インプラントオーバーデンチのお話、ほうほう、はい、大体この3つが選択肢として出てくるので、うん、それを組み合わせて治療計画を立てていくんですが、うん、この方の場合は下顎のインプラントオーバーデンチャーを選択されたので、はいはい、最終的にはそのような方法で治療しました。なるほど、コスト的なところもねあるんじゃないかな。そうですね、ただいきなりする場合もあるといえばあるんですが、うんうん、まあ、この方の場合はまず抜歯を行って、その日にちゃんと入れ歯を入れてあげて、あ、もう歯が全くない状態にならないようにしてあげて、お肉が治ってからインプラントの処置を行ったという感じで進めていきました、うん、そうですね、特にやっぱり歯周病がこのように進行している方で歯を取ってそのままインプラントをするっていう方法もあるんですけど、やはりお肉の中とか骨の中にもね歯周病細菌が入り込んでしまうと、新しく入れたインプラントにも悪さしちゃうことがあるんですよ。
なので、まあ、今回ドクターリンの治療計画ではそういった感染の恐れもあったので一度全部お取りして歯を取ってですね、で1回入れ歯を入れてお肉が治って、まあ、細菌の数も減ってから綺麗になったところにインプラントやるっていう方法は非常にいいんじゃないかなと思います。でこれが抜歯当日の写真です。上下添えればですね。そうですね、うん、まあしっかり歯も入れてあげて、うん、まあ、これである程度の食事は取れるように、うん、まずこの時点で回復はできるの で、うん、で歯が入るので見た目の回復っていうのもしっかりできてます。うん、細かいところを言うとやっぱりこの入れ歯の中っていうのはもう傷口だらけ、はいはい、抜歯を行っているので、ね、なのでよく見ていただくとこの入れ歯の縁にこうちょっと色の違う白っぽいピンクっぽいものがあると思うんです、うんけど、こういったクッション材を引いてあげることで、うん、抜歯をした当日でも痛くないようにしてあげるっていうような工夫をしてます。うんうん、まあ、もちろん出血はあるので、うん、こう止血剤を入れて、うんうん、まあ、入れ歯がこう圧迫して止血の作用も出てくるので、はいはいはい、それも大事ですね。そうですね、うん、でこれが抜歯をした後にお肉が治った状態の写真ですね。でここからインプラント治療を行ってこういった形でインプラントが入って今回はまあロケーターアタッチメント、はいはい、この金色のやつがインプラント。そうです、これインプラントの頭の部分のパーツですね。はい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 、入れ歯にこうカチッとはめるためのパーツをつけてあげて入れ歯と固定するような方法をとってます。うんうん、でこの後、まあ、インプラントと入れ歯をこうロケーターというパーツを使ってつなげてあげることによって下の入れ歯は外れにくくなるというような方法でやってます。はいはい、でドクターリンじゃあ抜歯してこのインプラントと入れ歯がピタッとくっつくようになってじゃあ治療終わりましたっていう期間って大体どれぐらいなんですか？この方の場合は抜歯をして1回入れ歯を入れてお肉の治りとかを待ってるので、うんうんうん、まあ、その分オーロインプラントの時と比べてちょっと治癒の時間が早いので、大体半年から1年未満。あでもやっぱ早いですよ ね、 そ う、 すね、そう考えると。じゃあ期間は分かりました。で金額が皆さん気になると思うんですけど、サラ先生この方の場合は上顎が保険外の添い入れ歯で下顎は保険外の添い入れ歯とプラスインプラント2本も入ってるわけじゃないですか。治療費用ってどれぐらいだったんですか？大体100から150万円になります。私たちが動画でたくさんお話しているオーロインプラントっていうと上下でやるともう700万とか800万とかかなり費用がかかる治療法になると思うんですけど、このように全体がボロボロになられている方でも上下オーロインプラントじゃなくても入れ歯とインプラントを駆使することによってかなりお口の中は綺麗になるんじゃないかなと思います。さあいかがだったでしょうか？今回はこのお口どうなってるの編の入れ歯だったんですけど、これまでオーロインプラントが結果の場合が多かったんですが、そうではなくて入れ歯編ということでお伝えさせていただきました。何かご質問がある方はぜひコメント欄にたくさんいただければと思いますし、もし自分がこういった治療ができるかわからないっていう方は下の概要欄にですねオンライン相談の URL も貼ってますので、ぜひどしどし相談しに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。